第2飛行隊は、かつて航空自衛隊飛行教育集団第1、航空団霊下にあった戦闘機部隊。航空自衛隊2番目の飛行隊として1956年に浜松基地で新編され、1965年に兵隊されるまで戦闘機基礎家庭教育任務を実施した。第二飛行隊は、航空自衛隊二番目の F-86F 戦闘機を運用する。 飛行隊として1956年8月25日に静岡県浜松基地航空団霊下の教育部隊として新編された。浜松基地で同じく新編された第一飛行隊が戦闘高等操縦課程、第二飛行隊が戦闘機基礎課程の操縦教育を行い、1957年9月には第一飛行隊と 第2飛行隊の教育課程の交代が実施され、第2飛行隊は戦闘高等操縦課程担当となった。1960年4月16日には、第2飛行隊内に極技飛行を行う空中機動研究班の正式編成が認められる。空中機動研究班は同年8月1日に特別飛行研究班に解消した。 1965年11月30日に第2飛行隊は兵隊し F-86AF による戦闘機操縦教育は第1飛行隊に一本化されることとなり特別飛行研究班も戦意研究班として第1飛行隊所属とされた舞台マークは黒と黄のチェック隊に不当不屈の紋章ありがとうございます